かっこいいのも池袋ジャムバンドって言ってますけど、池袋ジャムバンドってバンドはなくて、これなんか今日僕の方にお名前言っていただいた人が池袋ジャムバンド楽団になってしまうというシステムでやってまして、今かっこいいなって方、あの今のドラムですかっこいいじゃないかって方いらっしゃいましたら声かけてもらって、直接今のドラム山近拓人ですけど、声かけてもらっていいじゃないかかっこいいよって言ってもらえると、こう やるおなんかお参加かな、およしいいじゃない、どんどん攻めていただいて、えドラム一人になるの大丈夫、誰か僕の方にお名前、まあ後で今言うとめんどくさいから後で僕の方になんか SNS 交換させてもらって名前言ってもらった人は池袋ジャム楽団になってしまうというシステムでやってますので、もうあとあんまり時間ないですけど、やり残すことのない、これ実はね、あの区に許可もらってるんですけど1回しか許可出しませんよって言われてて、あのいいじゃないかっていう声が多ければ次がまたできるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひなんか SNS でバズらせてもらったりしてもらって、池袋ジャムいいじゃないかってことになればまたこういうこと月1とかやっていけたらいいなと思ってますので、ぜひぜひなんか応援してってもらえたらなと思ってまして、この今セッションでやってもらってるんですけど、それぞれ出てたベースの吉羽とか、クリスマスにも自分のバンドで出てもらったりするグローバルリングシアターの企画も12月24日25日にあったりしますので、いいじゃないかって方いらっしゃいましたら池袋リーグで検索してもらったり、池袋ジャムで検索してもらったり、何かしら声かけてもらったりすると非常にいいんじゃないかなと思っております。これ池袋ジャムという企画で、こうやって喋ってる間になんか曲決めて適当に始めてもらえると喋、るのやめますので、それまで結構喋るっていう感じになってますので、ぜひぜひお時間あるなって方いらっしゃいましたら助けると思って足止めてっていただければなと思っております。で、あのなんか写真撮ったりしても全然構わないっていう人たちだと思うので、わかんない、聞いてないけど、全然 SNS とかであかっこいい西口公園すげえなかっこいいじゃないかってことをなんかバズれば、また区が貸してくれるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひぜひあの曲さっきやった曲俺もできるかもとかあったら同じ曲やってもいいと思いますし、人が変わるとどんな感じで変わるかとか、もうその曲をどんな感じで始めて終わっていくのかみたいな様子を見てもらえると楽しいんじゃないかなと。おい、じゃあバタフライ、ハービーハンコックのバタフライ、池袋ジャムバンドでお聴きください。
クイーン、ハベアンスのバタフライやってたんです。ラス1かな、次ラス1です、ラス1です。心やり残したことないようにしていただいて、こんな感じでやっております。今日池袋ジャムという企画で一緒にやってやってもいいぜっていう方がいらっしゃいましたら、僕の方になんかお名前言っていただいたり SNS 公開してもらえると、その日の池袋ジャム拡大になってしまうという地獄のシステムでやってるんです。12月24日25日はこのグローバリングシアター借りて普通のコンサートみたいなこともやるんですが、その転換合間の時間にこういうセッションの時間も作ろうかなと思ってます。ぜひぜひ俺もやって、俺もできるんだけどなって方いらっしゃいましたら声かけてっていただけるかなと。なかなかこういう路上で、音楽的なイベントをやっていい許可っていうのが世の中になくて、今日割と強引に1回だけ許可しますっていう申請を受け付けてもらってやってるんですけど、いいじゃないかってことになれば、なんかそういう、あ、池袋ジャムいいよね、いい、うん、あるあるみたいな感じになれば、世の中がなっていけばこういうことを月1なり週1なりやっていけるんじゃないかなと。せっかくステージあんなに使ってない人とか、なんかこういうイベントやってたら楽しいんじゃないかなと思ってます。いいじゃないかって方いらっしゃいましたら、池袋リーグで検索してもらったり、池袋ジャムで検索してもらったりするといいかなと思っております。ということで、もう最後になるんで、やり残したことのないように。